スポーツを通じて県内の若者が交流しようと今津町青年団が10月23日日曜日今津東小学校体育館で金ボール大会を開催しました大会には市内はもとより日野町長浜市守山市などから9チーム合計50人が参加優勝を目指し熱戦を繰り広げました金ボールはカナダ発祥のニュースポーツで 4人1組の3チームが同時にプレーし、直径約1.2メートルのボールを床に落とさないようレシーブし合う競技です。今津町青年団では、市内で交流大会を開いたり、他県の大会へ参加したりした経験を活かし、今回、県内の青年を対象にした大会を開催しました。今津町青年団の南野か奈子団長は、今津の恒例行事として根付かせたいと意気込みを語っていました。